ただいにゃん。ゴシ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 。みんなは手洗いうがいはちゃんとしてるよね。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。感染拡大が続いている新型コロナウイルス、今日は手洗いに関するニュースだにゃん。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、持ち運べる自分だけのマイ石鹸に注目が集まっています。日を追うごとに高まる新型コロナウイルスへの警戒心。除菌タイプの、まあ、こういうシート、自分が感染源になったらどうしよう、すごくもう毎日が不安です。さらに感染対策で手放せなくなってきているというのが、小さいサイズの、ハンドウォッシュを持ち歩いたり。あ、持ち歩いてるんですか？公園自体も石鹸が最初からないんですけど、うん、ちょっと困りますね。ですよね。はい、なかなか出かけた先では石鹸を置いていない手洗い場も多く、小型のハンドソープなどを持ち歩くようにしているといいます。都内のある公園では石鹸を使った正しい手の洗い方を掲げているものの、肝心の石鹸はありませんでした。手洗いへの意識が高まる中、大手日用品メーカーのライオンはハンドソープの売り上げを大きく伸ばしています。ここ2週間で小売店での販売数が去年の2倍に。さらに持ち運びやすさにこだわった商品も注目されているんです。こちらのケース、泡タイプのハンドソープを小分けにして持ち運ぶことができるんです。全国の100円ショップなどで売られているこの商品、製造元によると2週間ほど前から店からの注文が相次いでいるといいます。他にもフィルムタイプの石鹸が便利だとネットで話題になるなど、今後も身を守る対策は加速していきそうです。なるほど、新型コロナへの対策の意識が高まっているってことだにゃ。マスクや除菌シートなどの衛生用品がたくさん売れて、1月のコンビニの売り上げも増えたんだって。新型コロナの感染経路は分かりづらいものの、ドアノブやつり革などはたくさんの人が触るので、そこにウイルスがついている可能性があるんだって。手洗いがとっても大事なんだにゃん。これは正しい手の洗い方にゃんだけど、みんなはできてるかにゃ。手首はつい洗い忘れそうだにゃ。またたくさんの人が集まる場所でもくしゃみや咳などからうつる恐れがあるんだって。だから明日からの3連休も各地でイベントが相次いで中止や延期されているんだにゃん。ゆいちゃんもお出かけ楽しみにしてたんだけど残念そうだったにゃ。僕がお家の中でいっぱい遊んであげるにゃん。しっかり対策して自分の身は自分で守ろう。今週も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。